esta pequeña isla ahí, y aquí es donde está el volcán. It was October the 5th, 2020, when a fixed camera installed in Ueno-jo Castle, Kagoshima City, was shooting UFOs at least three times over Sakurajima Island, Kagoshima Prefecture, Japan, at 3:19 p.m., 7:16 p.m., and 22:16 p.m. These are something, but even if you think about elimination, you can't think of anything other than UFOs or alien crafts. Tomoji-san, who provided this information, wrote as follows. These are not normal humans' airplanes because there are no blinking lights which are usually seen at regular intervals at night. The flight speed is fast, but they look too slow for UFOs. No sound is recorded. Object repeated, separation and combination. It is unknown whether these are one aircraft with multiple lights, such as V-shaped UFOs and TR-3B. From the above these facts, it is clear that they are not a normal aircraft. I don't think these are fake videos. If they are unknown aircrafts, the SDF or Self-Defense Japanese Force aircraft would fly with them. Or are these test flights of new aircrafts made in Japan? Or is this a training for the U.S. Space Force? Or is this a vehicle for extraterrestrial intelligent life? More strangely, no reports have been made here in Japan. Kagoshima citizens should be aware of them.2020年10月5日のことです。日本の鹿児島県桜島の上空を少なくとも3度にわたって上野城に設置された固定カメラが UFO を撮影していました。午後3時19分、午後7時16分、午後22時16分の3回です。ここに映された物体は何かということですが、消去法で考えても UFO、つまりエイリアンクラフト以外に考えられません。この情報を届けてくださったトムジさんは次のように書いています。私の個人的見解、夜間一定周期のライト点滅がないので通常の航空機ではない。飛行速度は速いが UFO にしてはゆっくり見える、あるいはデモンストレーションなのかもしれない。飛行音が、つまり音が無音かウォンウォン音か、分裂合体を繰り返す物体なのか、 V 字型 UFO や TR-3B のような複数ライトを持つ一つの機体なのかは不明。以上により通常の飛行体でないことは明らか、つまり人間の飛行機でないことは明らか、フェイク動画ではないと思う。不明機ならば自衛隊機が飛んで騒ぎになったはず、あるいはなるはず。フェイク動画ではないと思う。日本製の新型航空機のテスト飛行なのだろうか、アメリカの宇宙軍の訓練なのだろうか、地球外知的生命体の乗り物なのだろうか。これだけ頻繁に飛べば鹿児島市民は気がつくはずなのではと。広瀬林、浜松市ジャパン。
今ご覧いただいているのがですね、上野城に設置された固定カメラから撮られた UFO ということになります。で、少なくともですね、いただいた情報によればですね、10月5日3度にわたってこうした物体が撮影されていたということです。まあ、固定カメラということでですね、フェイク、つまりいたずらではない、偽物ではないということになります。また同時にですね、まあ、画像が多少ブレますけども、このブレはですね、つまりは物体そのもののブレというふうに考えて良いのではないでしょうか。しかもですね、1機が場合によっては4機、5機、6機と分離しているということですね。そしてまた集合化して1機になって飛んで、まあ、消えていくということですね。で、この消えていくというところがですね、私大変気になります。というのはですね、私とワイフが1975年にですね、夜中の散歩中に見た UFO もですね、遠ざかって消えていったというよりはですね、途中で空に吸い込まれるように消えていったのをしっかりと記憶しています。つまり透明になって消えていったということですね。そういうことも考え合わせるとですね、私の経験をですね、その上にオーバーラップするならばですね、今ご覧いただいているのは、まあ、UFO 以外には考えられないということです。そして3度にわたってですね、まあ、下に時刻秒分秒が表示されてますけども、その3度にわたってこうして UFO が撮影されているわけですけども、ほぼ同じコースを飛んでいるのではないのかなというふうにも考えられます。まあ、V 字型ではないということなんですけども、まあ、ショットによってはですね、V 字型になっているような風に見えるところもあります。で、これなんかは1機がですね、先に先行して、あとをですね、まあ、マッシブな、いわゆる UFO 軍がですね、追いかけているようにも見えます。まあ、これ以上の検証はですね、まあ、無理と言いますか、明度を上げたり下げたりしてみましたけども、その光の周囲を取り巻く、まあ、影のようなものは見つかりませんでした。で、これは1機は明らかに UFO らしいものですね、あるいは飛行機なのかもしれませんけども、トムジさんがおっしゃるようにですね、点滅がないと、ですからこれはもう飛行機ではないんじゃないのかということなんですね。で、これらは何かということですけども、オリジナルの写真を、動画をですね、この後につなげておきますから、皆さん自身で、まあ、じっくりとご覧になって判断していただくしかないのではないかと思います。今画面をですね、画面と言いますか、カットをですね、切り出してカットしてですね、それを拡大してご覧いただいています。まさに光の集合体といった感じですね。これなんかは V 字型の UFO に見えます。それからこの次のシーンですけど、これは何かしらね、上下にですね、円形の光を伴ったいわゆる円盤型の UFO のような感じがします。しかし明度を上げてみてもですね、その向こうに何て言いますか、物体らしいものが見えないということですね。つまり光の集合体であるということになります。